かつての正門、かつての北側、夕掛け、モザイクタイルは北側のみ残っていた。跡地は富士が運営するスーパーになった。旧低新省電気試験所広島出張所は、かつて広島県広島市三崎町にあった電気景気の検定、検査、構成を行っていた低新省の施設。貴重な被爆建物及び低新建築であったが、2012年、 現在解体され、跡地は富士が運営するスーパーになった。横川駅北側、国道183号東側に位置した。1937年に、低新省電気試験所広島出張所として、開所、戦後は日本電気系危険停所の中国支社として用いられていた。建物自体は、中国電力のグループ企業である中国企業が所有管理していた。 鉄筋コンクリート構造を2階建てで設計は山田守。戦後も現存していた被爆建物の一つであった。1937年2月、全国5番目の低新小電気試験所の出張所として開所した。外壁四方を白色の上薬かけ、モザイクタイル処理が施され、当時としては珍しい冷暖房が完備されていたモダンな建物だった。敷地内には、 低新省広島中央電話局西文局の横川住局が置かれていた。太平洋戦争中はその白い外観が空襲の目標とならないよう灰色に塗られた。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により被爆。ここは爆心地から約1 7 9トルに位置した。爆風により爆心地ホームである南側窓は破損し、 外面のタイルも剥がれ落ちたが、建物自体は、倒壊を免れた。計測器などを精密機器はあらかじめ疎開させていたため、無事だった。当時校内に置かれていた西文局横川住局は、木造のため全開した。職員のみならず学徒動員で来ていた、県立広島工業学校生徒も被爆し、職員二人、学徒二人が死亡、職員十八人。 学徒6人が重軽傷を負う。終戦後すぐに業務を再開。翌1946年中国拝電が建物を補修、1949年大規模補修を行った。1965年電気試験業務を日本電気景気検定所が引き継ぎ、広島試験所となり、2001年に中国支社に名称変更した。2011年2月14日。 日本電気景気検定所中国支社は、広島市西区中広町に移転。これに伴い取り壊しが決定し、同年10月8日建物の解体工事が開始された。ありがとうございます。